ドカティンポ騎士団。何してんの？ちょっとやりとりしてたけど、その男が気持ち悪かったから、ブロックしてんって、僕に言ってきたとしたら、いや、お前に好きあるやろ、どう見ても、言うて、バチ切れますね。モンゴリアンチョップして、コブラツイストかけて、最後 DDT みたいな。もう、しばきの系ですね。はい、イタリアンバイク研究所、トシと申します。今日も仕事帰り、車の中からバイクのお話をお届けするということで、やっていきたいと思ってます。で、今日のお話はですね、タレコミ案件です。タレコミ案件。バイク友達のね、イタリアンバイク研究員というお調子者の3人組がいてるんですけども、そのうちの1人からね、今朝ですね、今 X でこんな話題が炎上してるんですけども、知ってますか？言って送ってきたんですね。で、どれどれっていうことで見てみたら、えっていうようなちょっと内容だったんですね。で、今日はちょっとその内容をお話しさせていただいて、まあ、それに対して僕が思ったことっていうのをね、ちょっとガツンとお話したいと思ってますので、ぜひながら聞きでね、最後までお付き合いいただけたらと思ってます。では、行ってみましょう。で、まずね、友達から送ってきたその X の投稿内容がどういうものだったかというと、とある若い男の子。この子は、ドカティのパニガーレに乗ってる男の子なんですね。この子が、リーコさんという、こちらも若い女性にですね、X 上でブロックされてたと。で、投稿してるのはこの B 子さんで、要するにこの A 君をブロックしましたというね、スクショをですね、ポストされてたんですね。そのポストにはコメントがついてて、憧れのパニガーレだったけど、おちんぽだったので、さよならしました。みたいな感じのコメント入りの投稿をされてたんですよ。要するにどういうことかというと、このおちんぽっていうのはね、バイク界隈で今よく言われてるんですけども、いわゆるおちんぽ騎士団という、女の子目的にバイクに乗ってる人のことの総称を、おちんぽ騎士団と、そういうふうに言うらしいんですけども、それを略しておちんぽ。これ若い女性が使う言葉じゃないと思うけどね。要はこの A 君がね、そのパニガーレを武器にしてね、女の子に言い寄るおちんぽ騎士団だったので、X でブロックしましたっていう投稿をされてたんですよ。そして、その投稿が今ちょっと炎上気味になってると。どんなことになってるかっていうと、まあ、いろんな方がコメントしたり、あとは拡散するためにリポストしてたりっていう状況になってるんですね。で、ちょっとそのコメント欄をざーっと見てみたら、この B 子さんっていう女性以外にも、私もこの A 君から同じようにガンガン来られましたと。私もみたいな感じでね、4、5人同じようにね、言い寄られたっていう意味やと思うんですけども、そういうコメントがあったんですよ。で、さらにですね、A 君のことをめっちゃしつこくてキモいとかね、そうそう、やばいやばいとかね、そんな言葉でめっちゃ盛り上がっとるんですね、まず女性たちが。あとそういうコメント以外にも別の方たちが、結局パニガーレに乗ってるやつってそういうやつ多いよなとかね、ドカティ乗りってそういうやつ多いよねとかね、まあ、そういう意見、大きく分けてこの2つのコメントが多かったんですね。要はね、もうこの A 君がもうボロンチョンのチョンにみんなからボロックス言われてる状態だったんですね。で、ここからはね、その X の投稿とその投稿に対するコメント欄を、まあ、一通り見させてもらって、僕が思うことをですね、今からちょっとお話ししていきたいと思います。で、まずはこの A 君に対して思うことっていう部分でね、全体の話の流れ見てると、パニガーレに乗ってることを武器のように使ってね、女の子にガンガンアタックしてたということやと思うんです。で、これに関しては気持ちはわかる、うん、わかるよ。で、まだ若いんですよ。24、5歳やと思うんですけども、僕、まあもう50回ってます。まあこの僕らぐらいの世代が20代の前半やった時ってどうやったかなとちょっと思ったんですね。そしたら、そんなやつ山ほどいましたよ。いた。その時はバイクじゃなくてね、車を武器にというかね、もう実際武器やと思ってたから。ちょうどね、僕らが車乗り出した世代やったら、ホンダプレリュード。これに乗ってた人は、もう女の子を口説くためにプレリュード買ってますっていうやつ多かったもん、実際。あとは日産シルビア、トヨタのスープラ、ソアラ。この辺りのね、車を選ぶやつは、もう女の子を口説くためのウェポンやと思ってたもんね。わかるよ。気持ちわかるよ。ただ、どのぐらいのね、ガンガン度合いでね、行ったのかまでは全く知りません。けども、そのあたりの車をね、無理して買って、その分必死でね、女の子を口説くために使ってた。そんなやついっぱいおってたよ。で、どこそこの夜景に誘ってみてんとかね、阪神高速の環状線走ってきてんとかね、いましたよ。
いましたよっていうか、そんなやつしかおらんかったよ。だから、A 君の気持ちはわかる。わかるよ。パニガーレ V4 やで。そりゃどうやってなるよ、若いし。それを武器にね、ええ女と付き合いたいとかね、そんな気持ちあるのは当然やと思います。思うねんけども、ちょっと時代が変わってしまってます。何やってもさらされる。もうそういう時代なんですよ。ここについてはね、もう突っ込んでお話ししませんけども、ダウンタウンのまっちゃんの問題見てたらわかるやん。何やってもさらすし、上げ足取りやってくるし、SNS がね、一般化してる中で、まあ、ちょっとでも相手に嫌な思いさせたら、それを相手は平気で拡散する手段を持ってるわけやん。お互いね。だから、そのガンガン度合いがね、ちょっとどう過ぎてた。かもしれへん。かもしれへんけども、そこはね、もうちょっと相手の人が嫌がってんからね。それはね、もう完全にこちらの落ち度やと思う。ガンガン行くのはいいけども、相手嫌がるまではいかんとこ。その度合いね。自分の欲望だけではやっぱあかんねん。相手追ってのことやから、やっぱり相手との距離感っていうのをね、常に見ながらやっぱりやらなあかん時代なんですよ。もっとシンプルに言うと、相手が嫌がることはやらんとこうと。相手が喜ぶことをやりましょうと。これからやっていったらいいんじゃないでしょうか。まだまだ若いしね、がっつりさらされてね、勉強になってるんちゃうかなというふうに思います。これが一つ目。で、もう一つはですね、さらした女性ですね。A 君をブロックしました。で、そのね、スクショには、それが誰かっていうのもちゃんと書いてあんね。で、それを見た人が、あ、私もこの人からアタックされてた。私もっていうふうになって、広がっていってんねんか。そして、そこですごい悪口でね、盛り上がってんねん。めっちゃキモかったよなみたいな、ドカティ乗るやつあんなん多いよなみたいなね、そうだ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 ってやってんねや。それってね、第三者的な位置から見ててね、すごいね、ちょっと嫌な気持ちになったよね。要はどのぐらい嫌な思いしたんかわからんけども、男性が女性に好意を抱いてね、アタックした。でも自分は直接相手に対して振ったわけでしょ。それで終わろうよ。なんかちょっと例えがね、違うかもしれんけども、この A 君からもらったラブレターをね、みんなで回しながらね、私こいつ振ってあげてん。私も、みたいな。キモいよな、みたいなことを全然知らん。例えば僕たちにでも見れるような場所でね、それで盛り上がってるように見えてな。なんか気分悪かってん。嫌やったら嫌でね、本人に断ったらそれで終わりでええんちゃうの、みたいな。もしかしたらね、それでもね、しつこかったとかね、まあいろいろあるかもしれんけども、なんでもかんでも晒す今風潮、なんかすごい見てて嫌やなって思いました。それとね、まあちょっと気になったのが、憧れのパニガーレだったけどっていうね。要は最初の取っかかりが、パニガーレっていうバイクであって、A 君からの誘いに乗ったら、パニガーレに乗せてもらえるからとか、またやらしてもらえるからとか、写真撮れるからとか、そんなんでやり取りが始まったんかな。もしくは A 君の方から、俺パニガーレやねん、よかったら一緒に走らへん、そんな誘いがあったんかもしらんけども、にしても取っかかりがバイクの車種でね、興味を持ってその持ち主とやり取り始めたっていうのはね、ちょっと違うんちゃうの。憧れのパニガーレ、ディーラーさんに行ったらなんぼでも見れるやん。ハリテラス行ったらなんぼでも止まってるやん。憧れのパニガーレやから最初の取っかかりの話に乗ったっていうことなんですよね。逆に言うとバイクに目が行って男を見る目がなかったっていうふうに僕は思いますね。どんな理由があったかは知らんけども、その高級なバイクに目がくらんでやり取り始めたけども、その持ち主がちょっと違った。違ったからと言ってブロックしたっていうことをさらに晒す。何それみたいな。そんな風に思いましたね。これもし僕が若い頃、まあ僕自身に例えば彼女がいてたとしてね、お互いバイクに乗ってますと。で、その彼女がめっちゃええバイクに乗ってる男から声かけられて、ちょっとやりとりしてたけど、その男が気持ち悪かったからブロックしてんって僕に言ってきたとしたら、いやお前に好きあるやろどう見ても、言うてバチ切れますね。モンゴリアンチョップして、コブラツイストかけて、最後 DDT みたいな。もう、しばきの系ですね。物に釣られていったくせに、なんか違うかったからって言って、相手を晒して、そしてそのことで、SNS 上で盛り上がるみたいな。何してんのって、僕やったら思います。俺はそんな女嫌ですね。とっかかりんとこに好きがあるって思ってしまうから、ということです。最後三つ目なんですけどね、この投稿をですね、リポストして拡散してる人結構いるんですよ。その中にはね、まあドカティに乗ってる人もいてんねん。要するに同じドカティ乗りの中でこんな恥ずかしいことすんなよっていう意味合いでね、拡散してる人おると思うねんけども、
まあ、これはちょっとやめといた方がええんちゃうかなって、まあ、思うんですね。僕もそんな偉そうなこと何も言えへんけども、今月ちょっとあった出来事でね、名古屋のモーターサイクルショーに行った時に、僕が乗ってるバイクが道中トラブりましてね、そのことをモーターサイクルショーでね、ドカティのブースにいてたね、ディライト鈴鹿の中村さんとね、ドカティ浜松の鈴木さん、このお二人に助けてもらったんですけども、その最中ね、浜松のこの鈴木さんが僕に、まあ、言ってくれた言葉っていうのがあって、ドカティに乗ってる人はみんなファミリーなんですと。だから、どこの店で買おうとね、ドカティに乗ってる人はみんな仲間。だから、例えば僕がね、走りに行った時にね、旅先でドカティに乗ってて困ってる人がいたらね、ぜひ率先して助けてあげてくださいと。ファミリーだからっていうね、ことを言ってあったんですよ。これがね、ちょっと僕、ぐさっと刺さりましてね、ドカティ浜松の鈴木さん、最高って思ったんですけども、要はね、そういう気持ちでね、ドカティ乗り同士、で、ドカティ以外も一緒です。バイクに乗ってる人はみんなね、仲間ですっていう意識でやったらね、毎日楽しいですよっていうメッセージだと思うんですけども、それがね、その日感動したことだったんですけども、そういう気持ちでね、やっていかなあかんなって、まあ、今月入ってね、改めて思ってたところに、今日のそのポストがあってね、ドカティ乗ってるやつってこういうやつ多いよなとかね、パニガーレ乗ってるやつってこういう系多いよなみたいな話で盛り上がってんやんか。で、盛り上がるのはまあええねんけども、なんかちょっとドカティ乗り同士でそういう感じはなんか嫌やなっていうふうに思いました、というのが、まあ、3つ目でした。いうことでね、最後に話をまとめさせてもらうと、ドカティに限らずね、いいバイク、いい車を武器にしてね、女性にアタックしようとする。まあ、これはね、若い頃は仕方ないと思うんですが、結局ね、その乗り物に見合った人物じゃないと、トータルかっこよくないんですよ。かっこよくない。だから、いいバイクは間違いないんだけども、まあ、それに見合うバイク乗りになったらですね、アタック戦でもですね、いい状態になるんですよ。だからこの A 君にはですね、今回まあ A 薬になったと思ってですね、これからはそのバイクが似合うバイク乗りになる、イコールですね、今乗ってるそのパニガーレと真剣に向き合う、これをずーっとやって蓄積していきましょう。そしたらね、もっともっとかっこいいバイク乗りになると思います。で、これはね、おっさんの僕でもね、これも永遠のテーマです。今乗ってるバイクに見合ったね、男になろうっていうね、なかなかこれ難しいけども、まあ、それが一番かっこええと思ってね、何歳になってもそういう気持ちでやってますということです。そんなわけわからん女にね、おティンポって言われてるようではダメなんですよ。あのパニガーレかっこいいなじゃなくて、あのパニガーレに乗ってる人かっこええなって言われるようにね、まあ、そっちを目指しましょうというふうに思いました。ということで、今日の話これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。